リンクリーン・クライルートはアメリカ合衆国出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーはローガン・ジュリエッティ・シュミットなど。2011年、2012年アイスチャレンジ優勝。1988年ニューヨーク・シスタテン・アイランド生まれ。6歳でスケートを始め、2002年頃から主にアイスダンスに取り組むようになるが、パートナーに恵まれず、もっぱら。 ニューヨークを拠点にソロアイスダンスで競技を続ける。2005年にピッツバーグのジョン・ラウテンとカップルを組全米選手権予選に出場するがほどなく解散する。2006年の7月からシカゴのローガン・ジュリエッティ・シュミットとカップルを結成すると全米選手権ジュニアクラスで3位の成績を上げ世界ジュニア選手権の代表となり、翌シーズンに ISU グランプリシリーズに出場する。2008から9年、2009から10年シーズンには、それぞれカール・シェーファー・メモリアル、アイスチャレンジで表彰台に立ち、2010年スケートアメリカにて3、シーズンぶりでグランプリシリーズに復帰する。2011から12年シーズンには、全米選手権で4位で、初めての表彰台に立つ。翌シーズンでは5位。2月にはコーチを、 イーゴリ・シュピリバンドに変更した。2013から14年シーズン、全米選手権で6位。初のシニアの ISU チャンピオンシップスの派遣となった、4大陸選手権では6位になった。4月24日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。